視聴者の皆様、こんにちは。今回は顔や性格には自信があるのだが、彼氏ができない、と嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。私、なかなか彼氏ができなくて、その理由を探してるんです。おお、香ばしいのが来たね。いいよ、いいよ、任せてよ。彼氏がいない理由を、私らが解明してあげるよ。ワイらは恋愛弱者を救う使命があるからね。いろんなパターンの恋愛の愚痴聞いてきた。伊達にスレミンしてないって。ちょっと相談するところ間違えてる気がするけど、一致の力になるわ。どんな女性だって、本音はモテたいし、彼氏も欲しいものだから。一致だけが特別じゃないよ。ちょっと待って、私がモテないみたいに言わないで。私はビジュアルスキルも高いし、女性として自信があるんですが。自称なら何とでも言えるよ。顔が美人でも性格が悪いってことあるだろ？でも本当の美人ってものは、総じて性格もいい。だってひがみなんか感じずに生きてきたからね。逆に自称美人は性格も悪かったりする。中途半端にモテるから、すぐに勘違いする。普通レベルで若かったら、大抵の女性は彼氏ができるんじゃね？自分で自分が見えてないだけじゃない？モテるって一概に言っても、質より量なら、それは自慢にもならないわ。私は性格だっていいわ。学生時代から友達も多かったし、いじめられたこともなかったですよ。うん、それも微妙。じゃあ、一致はこれまで何人、彼氏がいたわけ？数えきれないわ。正直、彼氏が途切れたことなかったんです。一年も彼氏がいないなんてこと、初めてだわ。私は外見の良さにプラスして、尽くす女なんです。料理も得意だし、男性を立てるし、女性の鏡だと思います。もしかしてダメンズ好き？尽くしすぎて、男に逃げられるパターンか？全くの逆ですね。私の付き合ってきた彼氏は、ハイスペックで、レベルの高い男性。私自身もそれに見合うレベルの女ってことです。いい女の条件を全て満たしています。自画自賛だな。そんなにパーフェクトなら、男から寄ってくる。一年彼氏がいないってことは、その程度なんだろ。第三者が言うならともかく、自分で自分に高得点つけちゃうと、後で苦しくなるよ。男性は恋人ができた途端、女性を減点法で見ていくもの。だから下がっていく一方なんだよね。逆に、女性は男性を加点法で見ていくから、ここで男女の乖離が生まれるわけね。一年彼氏がいないと、少しは妥協しないとって言われますが、私は条件を下げる気はありません。私レベルの女性と釣り合いの取れる男性は、それなりに高スペックである必要があります。それに見合う女性という自覚もあるんです。随分、大風呂敷広げてるけど、一年彼氏ができない理由を知りたいなら、私らの言葉も聞いてほしいな。そもそも、一致にはもう答えが出てるんだよ。女性って結果は決まってても、どっちがいい？って聞いてくるからな。ただ、共感してほしいってことだと思うぞ。なら、一致の相談を聞いていくよ。詳しく話してみて。私は31歳の OL。30歳になってから、時間が早くすぎる気がします。20代と30代の差を実感したんです。今振り返っても、20代が一番楽しかったですね。特に大学生の頃は史上最強にモテました。まだ、18、19だと、いい男の定義が曖昧で、後々なんであんな男とって後悔もあったりして、大学3年生の時はミスコンで、ミス〇〇フォトジェニック賞を受賞しました。グランプリ、準グランプリじゃない、おまけの賞だね。次戦だったのか他戦だったのか、自分で応募したって感じだな。実はアナウンサーを目指してた時もありました。周りからも絶対なれると太鼓判を押されてて。まあ、結局、縁がなかったんですけどね。エントリーでも引っかからなかったんじゃね。それでも、引く手あまたの就活で、私はあえて大きい会社はお断りしました。だって、活躍のチャンスが巡ってこないでしょ？結果的には私を大切にしてくれそうな、中規模の会社を選んであげて、女性の憧れである受付嬢に収まりました。そこしか採用されなかったんだね。お飾りの受付嬢って、単に仕事できないって思われたんでしょ。活躍のチャンスがないから大手は断ったみたいな、そんな言い分だったけど、正直、受付嬢ってバリキャリとは言えないよ。私は職場の花となり、ちやほやされて、モテモテの人生を会社でも経験しました。大学生の頃と比べて、付き合う彼氏の質も、グレードアップしていきましたしね。そんな男性にふさわしいレディへと成長しました。ちょっと、聞きたい。その会社は女子社員はどれくらいいたの？一人か二人しかいないのに、モテるとか思い込んでるなら、逆に哀れだわ。女子社員はまあ、そんなに多くはいなかったけど、私とはレベチすぎて、男性社員は相手にもしてなかったですね。私は上司からも好かれていて、仕事終わりによく食事に誘われました。高いお料理をたくさんいただきましたよ。多分、愛人にでもしたかったんじゃない？一致ならホイホイついてくるし、都合のいい女的な？自分磨きも怠りませんでした。
料理教室、着付け教室、マナー教室、英会話、ヨガにアロマテラピー。毎日、忙しくしてました。将来、彼氏が海外転勤になるかもしれませんし、社交場に出る機会もあるかもしれません。いろいろ手を出しすぎじゃね。きっとすぐに辞めてる。丸々教室に通ってましたっていうマウント。仕事は腰掛けなんだね。受付嬢という肩書きだけで満足しちゃって、自己プロデュースも勘違いなことばっかり。20代は無敵でしたね。でも30になった途端、彼氏ができなくなって、30の壁を感じています。でも、私は20代前半に見られますから。ファッションにしても、メイクにしても、若い子に寄せるんです。きついな。若作りほど突っ込めないものないよ。年相応の方が好感度上がるし上品だと思うが。私が道を歩けば自然と道が開け、誰もが振り返り、注目する。その視線が痛くて。急にポエム来た。そんなに魅力的なら芸能人にもなれただろ。スカウトすらされなかったんだね。後輩の彼氏が私を好きになって、一悶着あったんですよね。それも一人や二人じゃありません。ほら、私見かけによらず家庭的でもありますから、男性はそのギャップにもやられるようです。私って罪な女。自信を超えて過信になってる。みっともないね。絶頂期が忘れられなくて過去にすがる女性って。じゃあ、一致の求める男性ってどんな人？かなりこだわりがあるんだろ？私に釣り合う男性。高学歴、高身長、高収入。産経って昔流行ったけど、これが私の理想の男性。年は22歳くらいで、大企業に勤めてるか、内定決まってる人なんて、かなりいいですね。理想が高すぎるな。しかも年下で大学生も含まれるのか。身の程を知れって感じ。私、心のどこかで若くて将来性のある男性を、育てたいっていう思いがあるみたいなんですよね。一種の母性、マリア様的な。言葉は古いですけど、私あげまんなんですよ。これまで付き合ってきた彼氏は、失世したり、宝くじが当たったり。宝くじ。やっぱり、若い男性はパワーをもらえるし、一緒にいても新鮮なんですよね。青年の青さと男性のたくましさの間みたいな、エロさも感じるんですよね。とか言ってますけど、私のモテ幅はかなり広いです。下は18歳から上は70歳まで。ママ活とパパ活で草。まあ、私は若くてバイタリティがあって、将来性のある男性が好みってことです。でも、年下の男性って、私が眩しすぎるみたいで、誰も自分から話しかけてこないんです。恐れ多くて緊張しちゃうみたい。だから、私から積極的に話しかけてるんですけど、みんな照れて逃げちゃって。可愛いでしょ？単に避けられてる、うざがられてるだけ。じゃあ、一致は会社内で年下の男性を、探してるの？新卒で入ってきた男性とか？けど、一致の会社は中規模なんだろ？エリートって言えるの？うちの会社がダメってわけじゃないけど、やっぱりお付き合いする男性には、私以上のクオリティを求めるから難しいところかな。オフィス街を歩いてるときは、常にアンテナを張ってます。いつ現れるかわからないですからね。出会い系アプリとか使えば？そういう手もありますけど、将来、結婚披露宴で馴れ初めは、出会い系ですっていうのがちょっと。そもそもエリートは女性に困らないから、出会い系使う必要あるのか？エリートでも顔がちょっとってやつは使うのか？それでも、学歴と職歴で十分釣れるかも。出会い系なんて嘘も書けるし、顔写真だってバリバリ加工だよ。まあ、今はネット内で彼氏彼女ができる時代。会わなくても成立しちゃう恋愛ってすごい。だからこそ私は出会い系アプリは使いません。リスクも多いし、純粋に一目惚れを信じてますから。実は、私、今年新入社員で入ってきた女子社員に、合コンのセッティングしてもらってるんです。その女子社員 A 子は、有名大学卒業してるから、知り合いや繋がっている男性のレベルも、高いんですよ。だから、合コンするなら誘ってねって。やっぱり合コンするなら、私みたいなあたりが、一人でもいないと男性もがっかりしますからね。男性のテンションを上げるためにも、私が必要なんです。でも、男性陣はいつも遠慮気味なんですよね。いくらでもチャンスを与えてるのに、草食系だからなのか攻めてこない。私は物足りないですね。もっと来てよって思っちゃって。一致は場違い感を感じないのか？初めから相手にされてないのに。張り切って若作りして、頑張っちゃってるのが、出てるんだね。陰で笑われてるのに。ついこの前も A 子に合コンを頼んで参加しました。その時いい感じになった男性がいたんです。それで A 子にその男性のメアドを、教えてくれないかって聞いたんですよ。そうしたら A 子は、一致さん、もう勘弁してください。口を開けば合コンって、そんなに頻繁にできません。それに毎回、スペックの高い男性を呼ぶのも、限界があります。一致さん、気に入った男性がいると、露骨に態度に出ますよね。だったら、ご自分で連絡先聞いてください。自分からガンガン攻めるのに、最後日寄るのなんなんですか。は？
私は A 子の返しに驚いたとともに、怒りの感情が出てしまいました。聞いたけど、教えてくれないから、A 子ちゃんに聞いてるんじゃない。だったら察してくださいよ。A 子もいい迷惑。先輩だから断れないんだな。それにしても新入社員に合コンのセッティング、頼むなんて、プライド高いのか低いのかわからん。若い子たちはなんでオバマルンが混じってるの？ってなるよね。大体、一致さん結婚されてるじゃないですか。うわ、やば、騙された。スレミンを騙すなんて言ってやるじゃん。既婚者なのに年下の若いエリート狙うとか、欲求不満なの？どういうつもりなん？一致は何が目的？旦那がいたって彼氏作ってもいいじゃない。旦那なんてもう慣れ合いでつまらないんですよ。私は刺激が欲しいし、まだ女性として見られたい。旦那がいても、自分の承認欲求を満たすために、かっこよくて若い彼氏が欲しいってことね。かっこいい男性や若い男性を求めるのは、男女共通。女だって外見のいい男性がいいに決まってるわ。第一印象ってやっぱ見た目が 100% でしょ。旦那にバレたらどうするつもり？単なる火遊びで人生台無しになるよ。旦那に相手にされてないんだろ。そんなに若くてかっこいいエリートが、好みってことは、旦那はその正反対ってこと？旦那のスペックも知りたいね。私と同じ年の旦那は結婚相談所でマッチングして、結婚しました。私はこの頃から好みのタイプは変わっていません。旦那は私の理想通り、高スペックでした。有名大学卒の大手 IT 企業のエリート社員です。会社内でも将来を約束されています。私と旦那はタワマン暮らしで、いわば私はセレブ生活をしています。31歳ですでに将来を嘱望されていて、何の不満があるわけ？顔があららなの？それとも性格ががっかりなの？旦那は優しいし、私に家事を強要しません。顔面偏差値もかなり高いですよ。何せ私が選んだ人ですから。旦那は海外生活が長かったこともあって、海外旅行もよく連れて行ってくれます。料理だってほとんどデリバリーだし、都合が合えば外食で済ませます。あれ？一致料理が得意なんじゃなかった？自分で家庭的アピールしてたじゃん。旦那は洋食が好みなんです。だから私の得意な和食は、あまり好きじゃなさそうで。掃除もハウスキーパーさんを雇ってますし、家ですることもないから、仕事も続けているんです。なら何が不満なわけ？そんな素敵な旦那さんがいるのに、彼氏が欲しいとか意味不なんですけど。平均から見てもだいぶ贅沢な暮らししてるよね。これ以上何が欲しいの？いつか罰が当たるぞ。男性は浮気したり、愛人作ったりしますよね。女性だって一人の人で満足しないこともあります。旦那はパーフェクトですよ。でも旦那は旦那、彼氏は彼氏なんです。私は若くていい男をめでたいだけ。トロフィー貝みたいな。歳を重ねても若くいたいって思うし、好奇心や冒険心は常に持っていたいんですよ。マダムがホストに行く感じ？お金はあるんだから、ホスト行けばいいんじゃね？ちやほやされるよ。一致は女の敵を増やしたね。いや、男も敵に回したか。こんな女のどこが良くて、旦那は結婚したの？それが不思議すぎる。若い彼氏だって歳は取る。永遠の若さなんて誰も持てない。彼氏が30過ぎたらまた若い男を探すの？その時一致はおばあちゃんだよ。自分だけは年取らないとか思ってる？今どんなに恵まれてるか分かってない。絶対、離婚される未来しかない。さっきも言いましたけど、旦那と彼氏の役割は違うんです。旦那は安定、彼氏はジェットコースターみたいな。若くてエリートなかっこいい男が、わざわざ一致を選ぶ、その根拠は？それだけ私が魅力的なんだと思います。男性が取り合うくらいにね、わざわざ高いお金払って、結婚相談所に入ったのだって、理想の男性に出会うためですから。旦那は一致の理想の男性だったんだろ？それで結婚までできたのに、なんで彼氏作ろうとすんのって聞いてるの。さっきから散々言ってますけど、一人の人で満足できますか？結婚したら50年60年ずっと一緒ですよ。そんなの耐えられません。だから男性は浮気するんでしょ？男性が良くて女性がダメなんて不平等です。女性は何歳になっても、キラキラ、ドキドキ、していたい生き物。私があまりにセレブで恵まれていて、嫉妬するのはわかります。だけど、お金は十分満足していても、心が満たされない時があるんです。なら結婚するなって話。独身を貫いて、男遊びすればいいだろ。何のための結婚？さっきから自分には魅力があるって言うけど、一体どこが？ただの男好きでしょ？自分も十分金があるのに、若い男にもエリート性や金を求めるのはなんで？お金を持ってること自体が魅力だからです。ただの22、3歳のかっこいい男性ってだけじゃ、ダメなんです。これは私の好みの問題。誰でも好みはあるじゃないですか。なんか、泣けてきた。一致って愛に飢えてんじゃね？実は孤独なんじゃないかって思える。目に見える形に残るものでしか、愛の深さを感じることができないんだな。同情するよ。
私はあれもこれも欲しいし、手に入れてきたんです。モテないスレミンには一生わからないでしょうよ。モテすぎると妬まれて、小さな穴を見つけては、叩きたいのかもしれませんけど、私は別に悪いことだと思いません。二人の人を同時に好きになっちゃいけないんですか？人にはそれぞれの趣味嗜好があります。それが私にとっては、若いエリート男性。彼氏という存在は意義があって、私には必要不可欠なスパイスなんです。ここでイッチはプリプリしながら、スレを出ていきました。イッチの怒りは収まるのでしょうか。そして、2週間後、もっとプリプリして、イッチはスレに戻ってきました。聞いてください、最悪な事態になったんです。いよいよイッチに罰が下ったか？あれだけ好き放題言ってたんだから、結末は報告すべきだ。どういう結末になったんだ？大体見当がつくけどな。私が合コンで彼氏を探していたことや、結婚してからも彼氏を作っていたことが、旦那にバレました。旦那、気づくの遅すぎ。今まで何やってたんだ？うちの妻に限ってってことだったのか。なんでバレたの？今までうまくやってたんじゃなかったの？旦那は私の行動に制限や、ましては束縛なんて、全くしなかった人だから、私は正直油断していました。うまくやれてたんですよ。でも旦那はとっくに気づいていて、私を泳がせていたわけ。浮気の証拠を集めてたってことか。旦那やるじゃん。でも、イッチは1年彼氏がいなかったんだろ？ A 子ですよ。A 子が全て旦那に作ったんです。私は A 子に過去の彼氏の話をしてて、A 子にはよくしてきました。部署は違いましたけど、面倒見てきたんです。それがこんな裏切りするなんて。A 子もうんざりしてたんだな。先輩に逆らえないから、言うこと聞いてただけ。イッチの浮気に加担するのが、耐えられなくなった。旦那に悪いって思って、罪の意識に苛まれてたのかも。A 子もある意味被害者だよね。仕事行って帰ってきたら、私の荷物が全部、エントランスに出されてて、鍵も変えられてたんです。すぐに旦那にメールしましたよ。でも、旦那はブロックして応答しなかったんです。話し合いの場すらも受けてくれないって。さすが旦那、無視するのが一番耐えるよ。まだ怒ってくれた方が楽だろう。冷淡な対応、お見事、さすが頭のいいエリートは、仕返しも華麗だな。イッチはタワマンを追い出されたってことか。セレブ生活からの転落劇、飯うま。私はしばらく友達の家に、お世話になることになりました。友達は迷惑そうでしたが、私だって好きで居候しているわけではありません。まあ、私が本気になれば、旦那に代わる彼氏なんてすぐにできます。逆に、旦那という足かせがなくなった分、自由にできますし、夜も休日もデートができます。これでも、旦那の手前おとなしくしてたんです。友達の家は狭いし、またタワマンに住みたいから、高スペックの彼氏が必要です。まだ懲りずに高スペックとか言ってんのか。肝心のイッチがもう賞味期限切れ、プラスバツイチだからな。若くてかっこよくてエリートな男性が、わざわざ事故物件選ぶかって。いつまでも若くて綺麗でイケてるって、痛すぎる。話聞いてるだけで心が痛いわ。私は諦めないし妥協しません。まだまだイケるって自信あるし。彼氏がいる人生こそ全てですから。もう付き合ってらんない。俺はこのまま落ちます。ワイも退散する。イッチには何も響かないみたいだからな。はい、終了。このように、構ってくれていたスレミンが、サジを投げました。イッチには誰が何を言っても無駄なようですね。いつか一人ぼっちになった時に、自分の価値がどれくらいなのか、気づく時があると思います。皆さんは今回の報告者について、どう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。